こんにちは、ねるチャンネルです。今日はこちらを購入してきました。ブースタースペシャルハイスピードライダーズを、一箱だけ購入することができました。いつも行ってるカード屋さんに行ったんですけど、そこではこれが売り切れてしまっていて、なんとかね、2店舗目に行って一箱だけ購入することができました。今回のこのパックでは特にユーゴのカードとジャックの新規のカードが欲しいなと思っています。まあね、もうそれでは早速、開封していきたいと思います。はい、じゃあ開封したいと思います。で、今回は15パック入っているので、1パックずつ開封していきたいと思います。強制脱出装置、バイスドラゴン、ヒドゥンショット、レッドリゾネーター、お、レモンさん、レモンさんノーマルですね。なんか今回のこれはパラレル仕様みたいですね。シンクロンリゾネーター、サイフレームオーバーロード、サイフレームギアベータ、スカーレットカーペット、お、ご用のスーパーですね。ご用ガーディアン、帰ってこないですもんね。サイフレームサーキット、サイフレームギアイプシロン、お、レモン、お、カードカーディ。カードカーディは嬉しいですね。サイフレームギアベータ。レモンがなんかこうばらまかれちゃうのはちょっとショックですね。サイクロン。スピードロイドメンコート。サイフレームサーキット。ダークリゾネーター。あ、マケンダーマー、これジャンプで3冊買ったんですよね。ちょっと再録するんだったらジャンプのおまけとかにはしないでほしかったですね。チェーンリゾネーター、シンクロクラッカー、スピードロイド、シェイブーメラン。お、合計。お、カードカーディースピードロイド三つ目のダイス、サイフレームドライバー、サイフレームギアアルファ、強制脱出装置、サイフレームギアイプシロン、サイフレームギアガンマ、ダイスロールバトル、サイフレームギアイプシロン、スピードロイドダブルヨーヨー、お、レモンの新規ですね、アビス。このカードは欲しかったので嬉しいですね。コールリゾネーター、サイフレームギアデルタ、スピードロイドおはじき、スカーレットコクーン、ヒドゥンショット、チェーンリゾネーター、お、剛剣、レッドリゾネーター、三つ目のダイス、お、御用チェイサー、スーパーレアですね。さっき当たったのとは別ですよね。タケトンボーク、お、レモン、カードカーディー、サイクロン、三つ目のダイス、シンクロクラッカー、サイフレームオーバーロード、バイスドラゴン、サイフレームギアベータ、お、ミラーリゾネーター、
うん。スーパーレアですね。サイフレームギアデルタ。スカーレットコクーン。ダブルヨーヨー。メンコート。バイスドラゴン。コールリゾネーター。ダークリゾネーター。サイフレームギアイプシロン。ダイスロールバトル。お、シークレット。サイフレームロードオメガ。ちょっとね、私的には、チャンバーライダーでしたっけ？あれが欲しかったんですよね。ちょっと残念ですね。おはじキット。タケトンボーグ。サイフレームサーキット。サイフレームギアガンマ。サイフレームオーバーロード。ラストです。ヒルンショット。スピードロイドセイブーメラ。スカーレットカーペット。シンクロンリゾネーター。サイクロン。以上です。じゃあまた、キラカードのみ出していきたいと思います。今回当たったキラカードはこんな感じでした。シークレット枠がチャンバライダーが欲しかったので、このね、オメガはちょっと残念だったかなと思います。まあでも、レモンのね、新規の、レッドデーモンアビスが当たったのはまあまあ嬉しかったです。あと、とりあえずすごい残念だったのが、このマケンダーマ。マケンダーマはね、ほんとジャンプで揃えてしまったので、もう本当にショックです。今回、最低2箱は買おうと思っていたところ、1箱しか購入できなかったのと、あと、ノーマルカードなんかもね、やっぱり1箱じゃ全然揃っていないので、また明日10時ぐらいに開店するお店に行って、せめてもう1箱購入できたらなと思っています。ちなみに、サイクロンは3枚、合計は2枚、カートカー D は3枚、1箱の中に入っていました。とりあえず、また明日1箱購入していきたいと思います。以上、ねるチャンネルでした。